ダニー・ホッチのリングネームで知られるダニエル・アレン・ホッチはアメリカ合衆国の元プロレスラー。オクラホマ州、ペリー出身。日本では超人、海外ではダイナマイトの異名を取った。アメリカでは世界中の偉大なスポーツマンベスト100や過去75年間のプロレスラートップ1 2にも選ばれている。少年時代からレスリングを学び、アマチュアの世界で、 オクラホマ州チャンピオンのほ AAU を4度、全米大学選手権を3度も制し、19歳で1952年、ヘルシンキオリンピックに出場し5位、入賞、1956年メルボルンオリンピックでは、銀メダル獲得と輝かしい成績を残している。またレスリングだけではなく、アマチュアボクシングでも実績を残しており、大学でレスリング部に所属していたときに、 ボクシング部の部員に誘われボクシングをはじめ、オクラホマ州チャンピオン、MSG チャンピオンと続けて1958年には、全米ゴールデングローブヘビー級チャンピオンにまで、なっている。また短期間ではあるが、プロボクサーとしても活動しており、成績は8勝2敗。後にプロレスラーとなってからもその片鱗を見せ、日本プロレスに来日した際には、アントニオ猪木を、 ンチでノックアウトしたこともある。1959年、NWA のプロモーターで、元 NWA 世界ジュニアヘビー級王者のレロイ、マクガークにスカウトされ27歳でデビュー。プロレスラーとしては、エドルイスに支持。プロレスの世界でも、天才ぶりを見せつけ、デビューからわずか1年後の1960年7月に、NWA 世界ジュニアヘビー級王者に就いた。 以後通算12年5ヶ月もの間、同王者に君臨し続ける。1967年、国際プロレスの旗揚げシリーズに初来日。広松田の挑戦を受け、60分時間切れドローの大熱戦を演じた。1968年1月にも国際に参戦し、ルーテイズと対戦して、トアー世界ヘビー級王座をダッシュ。ジュニアヘビー級とヘビー級の壁を大王者。 テーズ相手に超えてみせた。1968年1月には日本プロレスにも参戦。ウィルバー・スナイダーとタッグを組み、ジャイアント・ババアンド・アントニオ・イノキの勝利法からインターナショナルタッグ王座を奪取した。1972年9月にもヒップロの第3回 NWA タッグリーグ戦にネルソン・ロイヤルとのコンビで参戦。1974年7月には全日本プロレスに参戦。 ジャンボツルダと対戦し、30分時間切れで引き分けている。1976年3月、ルイジアナ州で、広松田を破り、NWA 世界ジュニアヘビー級王座を再び獲得した。しかし、直後に自動車事故を起こし首を骨折する重傷を負い、そのまま引退。引退後は、レスリングのコーチを務めた。また、オクラホマ州の複数の MMA 団体から、 コミッショナーへの就任を要請され実際にその職に就いていた。1991年、レスリングの練習のためにアメリカにいた大田明と石沢上皇がホッチの経営するオクラホマのドライブインを訪問。その時、ホッチは大田の腕を両足で挟み、抜いてみろと促したが、何をしても絶対に抜けなかったと大田は回想している。 2005年には WWERAW にゲスト出演した。同年10月に久々に来日し、ビル・ロビンソンがコーチを務める公演時のレスリングジム UW 会スネークピットジャパンにてトークショーを行った。その際、ビル・ロビンソンと3分間のスパーリングを行っている。2008年10月にはプロレスエキスポ立ち会い人として来日。 往年のリンゴ潰しの健在ぶりを見せた。2020年12月24日、アメリカオクラホマ州、ペリーの病院にて88歳で死去。レスラーとしては、試合展開に応じたテクニックを駆使するスタイルで、ヘッドロックや、コブラツイストなどの基礎的な技を、キャリア全般を通して大切に使い続けた。しかし、ホッジの類いまれな身体能力、 特に波外れた怪力はそれらシンプルな技すべてに桁外れの威力を与えたと伝えられている。一応はジュニアヘビー級の選手だが上記にもある通りヘビー級選手とも五角以上の戦績を残したオールラウンダーだった。期待のシューターとしてなと轟かせたホッチだが活躍していた時代の関係もあり四角闘技戦を行った記録はない。しかし、 もしも現在の総合格闘技に前世紀のホッチが出場したならという質問にルーテーズは一分以内に対戦相手は目をえぐられ、鼻をもがれ、さらに両耳を引きちぎられるだろうねと答えている。これにはビル・ロビンソンも同様の意見を述べており、前世紀のホッチの強さを伝えるには十分すぎる強烈なエピソードと言える。なお口述の切れやすい性格を加味した評価でもあり、 現役時代のホッチを知る人物は、育道音に、なぜなら彼は切れてしまうからだと付け加えている。万年期のホッチ、リンゴを握りつぶすパフォーマンス。ありがとうございます。